はい、どうもフメイドです。今回ですけども、シャイニングラプンツェルのスキルレベル2のね、プレイ動画を、やっていきたいと思います。はい。でスキル2で、ね、まあ、どれぐらい消去するのかとか、まあ、その辺も、まあ、詳しく見ていただきたいんですけども、まあ、ちょっとね、数プレイやったんですけども、消去数すげえっすよ、マジで。消去数マジですげえ。まあ、2段階スキルなんですけども、まあ、約50弱ぐらい消します、合計で。やばくない？スキル2で。スキル2で約50消去ぐらい消すってやばくない？ということで、まあ、ちょっと5-4のコイン稼ぎとフルアイテム、スコア出しみたいな感じで、まあ、2プレイ連続やっていきたいと思います。まあ、シャイニングラプンツェルに関しては、まあ、どっちかというとスコアのが向いてるんじゃないかなと思います。特に低スキルに関しては、そんな感じがします。ということで、まあ、とりあえず5-4コインで、まずはねコイン稼ぎ頑張っていきたいと思います。でスキル発動数は17のままのはずです。なので、まあ、消去数としてはですね、まあ、スキル2なんでちょっと少ないので、まあ、さらに回転率がちょっとね、下がってしまうっていうところが、まあ、難点ではありますけども。まあ、でもね、まあ、低スキルの中では強い方だと思います。あとはちょっとエージェントさんがね、強かったんで、まあ、あれと比較してしまうと、おう、おう、みたいな感じですね。でもさ、50消去するんで、思いのほか回りますよね。あとは、まぁ、あ、ちょっとね、マイツムの、まぁ、あ、デカツムさえ来てくれれば、もう最高だよね。それさえ来たらもう最高だよね、正直。ほら、意外と回る。え？これ、4000枚とか行くんじゃない？スキル2で。おい、ちょっとそこまではいかないかな。3000枚はね普通に、まあ、超えると思うんですけど、32秒で、まあ、1500枚ぐらい、今1500枚もいってないか。うい、まあ、でもスキル2で3000枚は普通にいけそうっすね。スコアもね結構伸びるかな。1000万とかはね多分普通に余裕だと思います。でまあ自分はこれねプレイヤーレベルも低いですし、まあサブツムってかツムレベルの育成もしてないんで、まあ弱いんですけども、まあ、そこが育ってればですね、余裕っすね。え、これ3000枚いくかな？3000枚はいくと思うけど。まあ、このツムも、まあ、どっちかっていうと低スキルの方が優秀なんかな。どっちかっていうと。あ、やばい。あぶね、ギリ間に合ったけど、これフィーバーいくかな？あぶね、フィーバーいった。フィーバー言ったけど、もうワンスキル使いたいところだけど、ちょっと無理だな。3000万いかんかった。600万か。ちょっとこの、レベルでも、この、見て、やばいでしょ、全部レベル5で。めっちゃ低いでしょ。この性能、性能か、積むレベルでも、ちょっと1000万目指していきましょうか。まあ、スキルに、ならいけるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょっと頑張ってやっていきましょうか。はい、ちょっと絶賛やばいぞ。発動が遅かった。ボム残した方がいいかな。使っちゃうよね。はい。
いやーちょっと1000万厳しいね。くっそくっそ、なんでこれ届かねえんだよ。俺届く予定だったんだけど。マジか。あれちょっと待って、これ54のみの時の方が稼げてるかもしれないぞ。下手したらそれ、そんなことはあってはならない。いやあるぞ、ガチでそれっぽい。ガチでそれになりそうで怖いっす。まあ一発撮りの実況しながらなんで、まあそういう感じになるんだろうけど。うい、スキルがさっきより回ってないですね。でもさ、このシャイニングラプンツェルさ、スキル演出すごい良くないですか？俺だけかな、そう思ってるのは。まあ、ラプンツェル自体は見たことないんだけど、演出はすごいなと思っております。あ、やばいやばい、これやばいぞマジで。まあ、こういうこともあるということで、もっとね性能的にはね強いと思います、おそらくね。54の時のが稼げたなマジで。やべえ。はい、ということでね、まあね、スキル2にしてはね消去数がかなり多いんで、低スキル比較で言うとまあなかなかの強さかなと思います。まあ、ただねちょっとスキル発動数が重いので、まあ、スキルが回らないっていうところが、まあ、若干マイナスポイントかなというところではありますけれども、まあ、スコア出しでね、まあ、1000万とかは、まあ、積むレベル育成すれば全然可能かと思いますので、はい、まあ皆さんもね低スキルでハイスコアチャレンジしてみてください。自分はちょっと積む解放はねするつもりはないので、はい、このままの、はい、レベ解放はね一切しない予定でございますので、はい、そんな感じで、今回はねシャイニングラプンツェルのスキルレベル2のね、プレイとなりました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。それではバイ。喜びが熱い。